命は瞬く鏡の星よ、見えぬ糸で光つなぐよ、あなたの誠照らし。一歩ずつでも前に進めば、きっといつか見える景色は変わるはずだ。ここからだよね。僕はもう迷わないって決めたんだ。俺はただ己の道を進むまでだ。それでも俺たちがやってること、やろうとしてることは間違っちゃいねえはずだ。もし他の生き方を選ぶ機会が巡ってきたらどうなんだろうな。見せてもらおうか、貴様の覚悟とやらをな。あんたたちのこと最後まで見届けてやるさ。一つ質問してやる。行きたいか。斉藤じゃねえか。なんだよ、ずいぶん久しぶりだな。さあ、行きてえな。江戸にいた頃はみんなでしょっちゅう祭りに出かけてたのに。大使の奴らも祭りの様子が気になるのが、稽古に身が入らんねし。伊吹くん、ついてくるつもりなの？しかし、あの土方さんが風邪なんて引いちまうとはな。正直驚いたぜ。だから喧嘩じゃないって。喧嘩どころじゃないが正しいかな。副長はこの時、芹沢さんが鉄線を止めることを見抜いておられたのですか？これはなかなか面白い光景ではないか。どうやら貴様は動物であるかのように扱われるのが得意なようだな。得意なわけないだろ。出て行こうとしたらこれだったからな。